旧ジャニファン悲鳴。NHK の手のひら返しで信頼崩壊、受信料不払いが拡大。3月2日放送の NHK 音楽番組、メヌー101、2位、平野信用、岸優太、神宮寺優太のグループ、ナンバー、愛が出演することが発表された。グループ結成の初のテレビ出演にファンが湧いている一方、旧ジャニーズ事務所のファンからは激怒する声が続々と上がっている。 2023年に起きた旧ジャニーズ事務所の一連の騒動で NHK は所属タレントの番組企業を自粛した結果大晦日の第74回 NHK 紅白歌合戦には旧ジャニーズのタレントが1組も出場しないという異例の事態に2月14日に行われた NHK の定例会見でも私どもの対応は変わっておりません稲葉信夫会長と企業見合わせの方針に変更がないことを宣言していた 現在、旧ジャニーズタレントがレギュラーを持っている番組でも、4月以降は、出演の継続はないとしており、再放送を除き、NHK からジャニーズタレントの姿が一切なくなると説明している。だが、平野、岸・神宮寺は、2023年5月、キング、プリンスを脱退し、事務所を退所、滝沢秀明、率いる、戸部に合流し、3人体制でナンバー、愛を組み直した。結果、 今の3人は旧ジャニーズ事務所の所属とは言えず、今回の起用も何ら問題がない。さらに言えば、今回出演するメヌー101は5人体制のキングプリンスとして最後に出演した番組でもある。それだけにナンバー愛のファンたちは、やっと、やっと、あの日を塗り替えれる日が来た。 ファンに向けてメンバーに向けて、ありがとうと涙を流して歌ったあの日が、やっと幸せいっぱいな彼らの姿で塗り替えられる、嬉しい、と SNS で歓喜している。だが、長瀬角、高橋海斗の二人体制となったキング、プリンスのファンや、NHK に出演できない状態が続く旧ジャニーズタレントを推しているファンからは、NHK への怒りの声が溢れた。NHK スマイルあった以上、しておいてナンバー、アイダスのアリエンクテムリ。 ミリも嬉しくないしよりによって。てか NHK 露骨すぎない神経疑うわ。真摯に頑張っている人たちは、わっさり切るのにヌンベリ、ナンバー、イ、出すのかよ。ヌンベリさんたちが悪いとかでなくて、手のひら返ししたからのような NHK がマジで怖すぎるひどすぎる。マジで受信料を払いたくねえ。今回の起用を見るに、今後もトベ所属のタレントや、やめ、ジャニたちが、NHK に出演する機会はありそうだ。 しかし、残留組やそのファンとの溝は深まる一方かもしれない。